ようにしてた。本当お疲れ様ですって感じ。現世界でやっちゃっていいんですかそれ。ドラマの中でやっていいんですか。この人と結婚はいいかもって思った。何に愛が増えてるって思う。愛が増えてる。なんかやりたくないとこやってくれるからっていうので消化するです。ああそうなんだ。なんか止まってそうだ。大丈夫大丈夫。今回皆さんに集まっていただいたのは、うん、私のお嫁くんに出てくださった俳優の皆さんです。最近だとやっぱ長嶋さんのね、うん、お皿を選んでるし。そう選んでカッティングボードそんな気になるかなって。いるいるって感じでした。あよかった。いい主婦な感じが出てた。いい主婦感出てた出てた。難しいよね。そのセリフがない役で、で絶対にその邪魔をしちゃいけないじゃない。エキストラなんだけど一応 いますっていうのもちゃんと出さなきゃいけないっていうその感じが難しすぎて、うん、でなんかニコニコしすぎるのも変だし。わかる。表情超難しかった。旦那さんのものこうやってが一生懸命考えて選んでるんだろうなっていう。いやあんな感じじゃない。でもね今湊さんもなんか、うん、ビアガーデンみたいな。そうなんです。そうそう。すっごい緊張して、うん、5歩ぐらい歩くんですけど、うんうん、最初右左一緒出てるみたいな。すーげー大変でしたよ。松崎ちゃんもすごいっていう一番美味しかったよ。そうなんですよ。皆さんと近くの本当に小さなテーブルを囲んでっていう機会だったので、うん、あの花妻くんのキラキラした演技をこうもろに浴びれたんですよ。浴びられたんですよ本当に。え社員証みたいなのもらったの？あれはいただくことはできなかったんですけど、行ったらすぐにこう作ってくださって、自分の本当顔と写真でちょっと役名があったんですよ。いいな。いいな。すごいですよ、ね。そんなこのエキストラにもちゃんと小道具がつくっていうのがびっくりして、うん、この皆さんがちょっと手書きで申し訳ないんですけどこんな感じで出ております、うんうん、今撮影段階では8話が今日放送で、でも残るはねあと3枠です。誰だ、うん、1人は重役で出てきます。会社の重役。えじゃあもうセリフはもちろん。セリフはもちろん気になる。誰でしょう。いよいよ佳境ですよ。古賀さんなんて来られたら勝ち目ないですから。わかる。私ね。確かに。博多弁ね。あとちょっとあの垂れ目の感じとか。わかります。いいよね。いいですね。でも古賀さんにはあの山本くんみたいな家事はできない。あ確かにそうですね。そういうことですよね。やっぱ山本くんはやっぱすごいと思う。確かに山本くんが言ってくれるの一番いいけど、そのズボラ代表としては、うん、あの。旦那もズボラだとあのお互い気にしなくて済むっていうか、なんか自分の財布とか、ね、でもなんか夫婦でバランス取るとしたら一人はちゃんとできてた方がいいっていう考え方も、うん、確かに。だからその人によるよね。その人が、ね、気にしなければ相手がね別にズボラでも、まあ、山本くんも気にしてないから、うん、押し付けてもないですよね、うんうん、え一人暮らし。はい一人暮らしです。私は絶対にこっち側なんですよ。そうなんだ、はい、ズボラ系です。自分が生きていければいいかなぐらいの範囲でしか家事をやらないので、家帰ってご飯があるとか起きてご飯があるとか最高ですね。それはたまらんよね。たまらんよね。山本くん推しでいらっしゃいます。推しです。関西弁ですもしれ。でも山本くん可愛いですよね。可愛い。可愛がられ上手。やっぱそれはお兄ちゃん2人いるからってのもあるんですけど、弟くん気質が、そう、うん、兄2人欲しいなって思っちゃった。どっちかっていうとその山本くんもしかり、あの2人込みで欲しい。でも風邪ひいた日にあれ大丈夫ですか。押しかけちゃうねみんなね。確かにあれは確かに。でお兄さん2人だったらどっち派とかあります？え決まってる。私もカオル兄さん一択。甘やかされたか。あサミ兄さんはちょっとね、そうあのもうこうなりすぎちゃうもんね。そうなんですよ。でもキャラ濃いで言うと本当に赤嶺さんが大好きすぎる。面白いよね。赤嶺推し推し。赤嶺さんタイプのアナウンサーっていう先輩。まあでも服装とかキャラとかで含めると僕の同期の杉原とかは。あやだやだ。杉原の名前は赤嶺さん。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 どうぞどうぞ。ノリついてない。赤嶺さんではなかった。ノリついてない。杉原って聞こえて嬉しい。なんだよそれ。
まあ、いつもあの物語をかき乱す存在かなっていう。え、アナウンス室乱してます私大丈夫ですか。あと反応が大きい。ああ表情がね、もう顔のリアクション、うん、そう嬉しい。こんな綺麗な人と一緒になるって。あ、そうです、赤嶺さん。じゃあこれ赤嶺さん、赤嶺と呼んでいただいて、うん、じゃあ杉山さん以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございました。いや、ほんと最初山本くんのことが好きなんだと思ってた。思ってました。そうにしか見えなかったですよね。やられた。もう一回見直したい、ね、何を今一番 見返したいですか。あ、でもいろいろまさかの展開が多かったから。花妻くん、花妻くん、ね、意外だった。意外だった、意外だったね。そしてあれに気がつかない春さん、ね、鈍感なんだよね。どんな感じなの、その旦那さんとの関係は。うちはもう夫がテレワークでほぼ家にいるので、うん、家のことが気になってしょうがないみたいで、うん、なんか掃除系はもう全部、あ、家でもうスイッチオフなんで、なるべくもうここからなんか出ないみたいな、布団のここからもう、うん、うん、そうなんだ。でも同期からすると、うん、その一面知ってたんで、それを出せる旦那さんが見つかってすごく良かったです、ね、思います。でも小沢さんもすごい料理得意じゃないですか。そうそう、全然全然すごい。男子のも作るじゃない、結構。男子、男子がごめん、私の滑舌がごめんね、ちょっと距離で。あの家事分担、基本私なんだけど、お風呂掃除とゴミ捨ては絶対向こうに任せる。ゴミ捨て、ゴミ捨ては大事ですよ。ゴミ捨てはどこからのゴミ捨てですか。まとめるまで私。いや、それは捨て。結構やっちゃってるじゃないですか。やっちゃってるんですね。やっぱりおざわっちはそういうタイプなんだよ。でも、私の中でちょっとすっきりさせてるのは、なんかやりたくないとこやってくれるからっていうので消化してます。あ、そうなんだ。なんか困ってそうです。大丈夫。すごい深夜に勤務して帰った時に先に寝てるんだけど、なんか置き手紙でお疲れ様って書いてあった時があって、それはあれ愛が増えてるって思う。愛が増えてる。キュンとしたんですね。なんかそこをキュンとしました。旦那さんとすれ違い生活はないですか。でも私が朝の生活を今卒業して、ちょっと時間は合うようにはなりました。じゃあそっか、うん、それまで大変な、まあちょっとすれ違いは多かったけど、いやでもあの会社にいるから。それこそさっきの社内で会うんですか。ほぼ止まってるみたいな。この間エレベーター乗ろうと思ってたら開いた瞬間出てきて、おー、あ、お疲れ様ですとか言って。え、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、お疲れじゃないんですね。ほんとほんと、あのもう会社ではもう先輩後輩なので。妹くんやってるじゃないですか。お疲れの生活ここにあったよ。え、現世界でやっちゃっていいんですかそれ。ドラマの中じゃなくていいんですか。だって会社でそんななんか夫婦みたいな会話するのもさ、周りの目もあるし。え、でも社内結婚ってそれこそ何でバレそうになったりするんですか。確かに。だからバレないようにしてた。もう普通に接するしかないですよ。うん、うん、だからもう本当お疲れ様ですって感じ。え、もう喋らなかった。だから喋らなきゃいけない場面があったらまあ喋るけど、普通にもう、はい、あの先輩後輩。でもなんかあのその後普通にメッセージで会ったねみたいな感じは言うけど。何を。給湯室でツンツンとかしてないんですか。どんなイメージ。ねえ、もう見過ぎでしょ。ドラマとか漫画。給湯室行ってないですか。どういう戦略でいきますか今後。誰っぽくいきますか。でも僕が、はい、そうか、ツンツンする相手を見つけるのに。そうですよね、長嶋さんみたいな先輩と、うん、給湯室でっていうことを考えると、ツンツンするためにはだから長嶋さんの旦那さんはどういう戦略だったのかな。え、どういう。あ、確かに戦略。でも先輩って意味で古賀さん、あ、青山近いかな。まあでもその仕事ぶりは見てて、やっぱりそのあ頼れるなみたいなのはもちろんあったし、尊敬してた。その仕事をしてる場面を見られるっていうのは社内だからこそ見られるのかなと思ったのと、うん、あとやっぱりもう体調崩した時だよね。ね、本当一緒、怖い。胃腸炎かな、なんかになった時になんかもう手際が良すぎて、その看病の看病してくれたの。え、その時お付き合いは結婚もまだ決まってない時期に、もう本当に
どうしようみたいな。でもボロボロじゃない、もう絶対見られたくないし、もうこんな姿と思ってたんだけど、その時にもうなんかすごいなんかしんどいよねしんどいよねみたいな感じのなんか笑顔な感じで全部なんかパーってもう手際よくやってくれて、でなんかこの人といたらなんか乗り越えられそうみたいな、でこういうなんかボロボロな姿ももう見せられるなみたいな、別に恥ずかしくもないなみたいな、頼っていいんだなって思った時に、あこの人と結婚はいいかもって思った。その時改めて、それぞれ古賀さんと山本くんのいいとこ取りじゃないですか。いやそうですよね、仕事もできて頼れて、いやそんなことない、家事もできて、確かに家事はね、あ家事も結構やってくれる、あの家事はどっちがやるとかは決めてなくて、だからでも掃除は私がかかる時間の半分ぐらいで終わるから、だからそこは何なんだろうっていう。金ヶ島さん家の旦那さんがハイスペックだった、うん、違う違う違う、そんなんじゃないから、グッドポイントしかない、待って、そんなんじゃないんだけど、まずい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 、まずくはないか、まずくはないよ、羨ましい。でも掃除とか得意そう。そうですね、あ、まあまあ、そうでもない、まあまあ家めっちゃ綺麗そう、まあ、なんかこだわりとかありそうだけど、こだわりそうですね、こだわり強いかもしれないです、ね、何が一番こだわる？お風呂のなんかあの最後水切りは必ずするとか。あー大事大事大事、それやってるかやってないかで違うもんね、すごいすぐ汚れるじゃないですか。鏡とかすごい綺麗そうだよね、鏡毎回あのタオルで最後拭いて、あー素晴らしい、すごいよそれやってるなら、うん、え、ご飯作るの？作りますよ、もうなんか上手そう、上手そう、いや上手ではないですけど、自分の分はまあ休みの日は作ります、ね、得意料理はボンゴレ、うわいいね、え、もう山本くんじゃない、うん、大丈夫だ、それを乱してくるタイプのさ、例えばこっち系の、確かにどうですか、大丈夫ですか、具合悪い時ない、大丈夫もうそろそろ具合悪くなる、大丈夫です狙わないで、大丈夫、狙われてるよ今やっぱ社内恋愛羨ましい、うん、なんか青春あ学校が一緒みたいな感じだよね。でも悪いとこも全部見られるよ、もちろん怒られてるところとかもさ、だから別れるよねこれは。私嫌だと思ってたんですよずっと、うん、でもなんか先輩方の話聞いてたら、うん、ありかもしれない、先輩とかも行くかもしれない、いや自分の可能性残そうとしないで、いやでもね、あの一番間近でさ、その授業の準備とかを見て、近づいてきた、お仕事してる姿見てますね、かっこいいって思うよね、大事大事、もう寝笑いながらあると思いますよ、誰かのお嫁くんに小湊くんがなることを願っております。いやでももう山本くんとの絆はもう多分何にも変えられないものがあると思うんですよ、ね、うん、だって長嶋さんが結婚したいと思った瞬間の病気を経てるから、確かにね、そうですね、もうそうだ、心も決まってます、あれは大きいよ、大きい弱った時の、うん、ドラマの話もしつつだけど、ほとんど長嶋さんちの旦那さんに、待って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 ごめんなさい、なんかちょっと待って、最後までご視聴いただきありがとうございました。フジアナチャンネルでは様々な動画を配信しています。この動画が良かったと思う方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。